トロフィーの贈呈です。中日スポーツ総局田畑美奈彦様より授与いたします。おめでとうございます。拍手ありがとうございます。続きまして副賞といたしましてペアグラスの贈呈です。記念のペアグラスです。どうぞお使いください。バッチリと握手を交わしていただきました。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。やばい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 っすね。やばい、嬉しい。やった、ありがとうございます。喜びかみしめてますね。やばいっすね、はい、やばいっすか。やばい。優勝戦でも皆さんドキドキしながら最後まで見てました。僕が一番ドキドキしました、はい。本番レースは2コースからコンマ09のスタートタイミング、はい、いいスタートいけました。バッチリです、はい。バッチリ、ありがとうございます。1マーク刺さりました。刺さりました、はい。バッチリ。バッチリですね、はい。でそこから2マークにかけて、まあ、うちからね5号艇の佐藤選手も来ていましたが、はい、2マークにかけてはどんなことを思ってましたか。2マークはとりあえず5番には先に回られないように1番の中口さんを牽制しながらと思って、はい、バッチリでした。そこもバッチリ、はい。でこう野中選手これで優勝決まったって思った方もいたかもしれませんが、はい、ちょっとね3周ゴールまでドキドキでしたけれども、はい、どのあたりでやったっていう確信ありましたか。いやもう3周にマーク回った後に1号艇のへさきが見えたので人生で一番かぶりました、はい、もう必死にかぶって、はい、もうゴールした瞬間に、はい、ゴールした瞬間に優勝したっていう、よかったっていう思いだったんですね、はいはい。でも今節振り返っていただくともう初日白星発進でした、はい、もうそこからいい流れでずっと来てましたね。そうですね、プロペラを本田さんに教えてもらいながらうまく調整することができたので本当本田さんにもお礼を言いたいです。じゃあもう本当に今シリーズは勉強になった一節間になったわけですね。そうですね、勉強になったし自信になると思います。ちょっと昨年を振り返っていただきたいんですけれども、はい、まあ、A1 も経験して、はい、B1 も経験しました、はい、どんな1年だったと振り返りますか。いや、良くも悪くもいろんなことを経験させてもらって前期とか前年はすごく苦しい年でしたけどもう上に上がるしかないと思っているので今年は、まあ、いっそいっそ目の前のレースを一生懸命走っていれば大きい結果とかまとまった結果につながってくると思うのでとりあえず一層一層目の前のレースに集中したいと思います。その目の前の一層一層のレースまずは幸先スタート切ったわけですから今年。そうですね、はい、最高の滑り出し。最高です、はい。またこうやって地元戦で優勝するというのは喜びもひとしおなんじゃないですか、はい、そうですね、初めて地元で優勝させてもらったので泣きそうです。泣きそうですか、はい、泣いちゃいますか、はい最後になりますが残っていたファンの皆様に今年の決意改めてお願いします。はい、本当に遅くまで残ってくださってありがとうございました。今年は一層一層集中して走ります。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。やったー